皆さん、こんにちは。非常識な教室集客コンサルタント、高橋貴子です。本日のテーマは、教室業の存続とミッションについて考えてみる、時代の転換期に出てくるやるべきことということについてお話をしていきたいと思います。どちらかというと、今日の内容はマインド的なというか、コラム的な内容になるかなというふうに思っております。こちら現在ですね、動画を撮っているこの時期っていうのは、日本もですね、コロナが、日本中に拡大をしていて、どんどん、毎日毎日東京の、私は横浜ですけれども、東京の方でも感染者数がどんどん増加していってる状態です。もう世界的にはもうアメリカの死者数ももう最高という状態になっていて、世界中で感染が広まっているっていう、そんな状況で、こちらの動画を撮っているわけです。で、まだ幸いにも、東京はロックダウンまでは行ってないです。まあ、やれない事情とかもいろいろあるからっていうことなんでしょうけれども、その緩い日本の施策に対して世界から非難が集まっているということも聞いています。で、それはどういうことかっていうと、日本人の部分でですね、そのパッと強制的に人権を奪うレベルの、ロックダウンっていうのがやはりできかねず、それでも死者が増えてきたらやるざるを得ないんでしょうけれども、皆さんがね、自粛っていうことで自宅でちゃんとやる方はねやってるんですけれども、やはり未だにね、その若者がっていうのが一括りにはできないですけれども、そういう話があってもお花見に普通に行って、集団でエンジン組んで飲んで騒いでっていうことをやっていたりとか、夜のね、街に繰り出して、ね、接客業のあるようなそういうところに行ってっていうような、いろいろ感染の経路が見えるにつれて、どんどんその施設停止っていう形でね、休業っていう形になってってるんですけれども、もう本当に強い強制力を持たないとロックダウンっていうのはできない、ほぼ人権を無視したぐらいの勢いで法で縛らないと難しいっていうのが通常なわけですよね。だけれども日本は今そこをしないでなんとかできないかっていう緩やかな、医療崩壊を防ぐ方法を取ってやってはいるので、批判もいろいろはあると思うんですけれども、まだ普通に川を歩く散歩の自由であったりとか、そういうものがあるだけまだいいなっていう状況で動いているわけですよね。で、この段において教室業っていう部分を考えるときに、ミッションって一体何なんだろうかっていうものを考えざるを得ないような、そういう状態だと思ってます。ご自身の教室を先生方が、オープンする時っていうのは、おそらくなんですけどね、自分が、持っている特技とか趣味とか培った技術技量を、喜んでくれる人に提供したい、自分もそれをやってるのが楽しいしっていう、おそらくそのあたりからスタートされていることが非常に多いっていうのが私の実感と感覚で知っております。もちろん違う意味でやってらっしゃる方もいらっしゃるかもしれないです。例えば私に至ってはパン教室は運営していましたけれども、パン教室そのものを運営したかったのではなく、教室のコンサルタントになりたかったのでパン教室を運営しているという状態なので、そういう意味ではそれに合う必要な技術だから、パン教室として正しい運営というか、きちんとした運営ができるように、当然技術技量も必死になって学びましたし、集客の勉強も必死になって勉強してっていうことで運営したのが私のパン教室だったので、ちょっと動機は皆さんとちょっと違った動機で教室は運営していたと思います。ただ私が知る限りでは、その自分も楽しい、生徒さんも喜ぶ、その場としての授業として教室業をやられてるっていう方がほぼ 90% 以上だというふうに感じています。そうすると、こういった時代と時期になると、真っ先に家計から、削除されるのは娯楽費、遊興費系は削除されるものに当たりますということで、確かに対面で会うこともできない
使うお金を出すっていうことに対しても、渋るというか難しい、出したくても出せないという状態になっていく。経済が全体的にこう悪化の方向に向かうわけですよね。で、世の中の閉塞感も含めてあるわけですよ。そうすると教室の生徒さんっていうのは、まあ来ることもできないし、まあ、来るお金がない人ももしかしたらいるかもしれない。お金はまだ大丈夫だけれども、とにかく行くことができないという状態になる。そして先生としても、まあ、それを収益の柱っていうか、もうそれで一家を支えるっていうレベルの女性にはほとんど私は教室業の方で会ったことはないんですが、まあ、かなりの多くのもし収益を得ていたんだとすると、一気に減っていくっていうような状態になりますよね。それは世の中の流れがそういう状態になったら、その流れに沿って動いている分にはおそらくそういう形になります。これはですね、実はリーマンショックの時期とか、あとは3.11、私はずっと業界見てきているので、会社員時代からですね、も同じようなことが起こっていて、もしかしたら今回はそれの最大級かもしれないと思ってます。なぜなら全世界的にそうなっているし、確かにリーマンショックもそうだったんですけれども、また9.11ですね、あれアメリカの方が発端になりましたけど、これだけ全世界的にそうなって、しかも死者がめちゃめちゃ多いっていう、この状態っていうのは多分未曽有の出来事、それこそどなたかがね、世界再編成っていうことを言ってるぐらいの大規模なことになってる中で、教室業っていうのはすごくちっちゃい存在なわけですよ、その内容からするとですよね。だけれども、やはりその先のこととかを考えていった時に、先生も教室は続けててほしいし、生徒さんも教室がそこにあるっていう状態を続けていっていただくっていうことが、やはり教室のミッションなんじゃないかっていうのは私個人的に思ってるんですよ。で、すごく技術があって生徒さんに喜ばれている教室でも稼げない、要は、収益化しなくって、要は赤字を垂れ流し続けるわけにはいかないので、それによって教室を廃業してパートに出てとかっていう先生も結構いるんですよ。でも今回の場合にはもっと悪いのは、パートにすら出ていけないです。雇用されるべき場所がないから。そう考えると、その先生は何を考えたらいいのかっていうことで、まず自分のミッションを振り返ってほしい。生徒さんに喜んでもらいたいがミッションでも全然構いません。であれば何をしなくてはいけないかっていうと、教室が存続しないといけないんですよ。どういう状態であっても存続です。収益が出続けることが存続じゃないんですよ。その生徒さんにとって心の拠り所であったり、またいい状態になったら通える場所を持っておくっていうのが、おそらく今先生がやらなくてはいけないミッションになると私は個人的に思ってます。これはもちろん賛同できる方と賛同できない方はいらっしゃるかもしれません。でも、その場所を潰さないという形で運営できるかどうかっていうのを、先生が泥臭くもがけるかっていうことですね。運営やめちゃう方はね、もうそんなことさっぱり考えなくていいですよ。やめちゃっていいです。私の話これ以上聞かなくて大丈夫です。少なくともここまで話を聞いてるっていう方は、どうにかしないといけないっていうふうに思ってる方が聞いてくださってるという前提で話の続きをいたします。もがいても何をしても教室を存続させるっていう場合には、何通りか方法があります。もがいても何をしてもっていうことであると、まず一つ目に、生徒さんも喜ぶし自分も嬉しいであろうということをやっててほしいのは、つながり続けることです。一つ目はつながり続けることっていうのは、例えば今だと Zoom っていうものがあったりとか、まあ、いろんなオンラインでつながる仕組みがあります。仕組みをやったことがない人は覚えて、でもその生徒さんと集える場を作っておいて、それでつながりを持ち続ける。もうこれはリアルに近い状態です。さらにスキルを磨けばオンラインレッスンとかも作っていくことはできるかもしれません。なので、まずそのつながる場をどうやったら作れるかっていう、オンライン上で作れるかっていうのを考えるのが、まあ一つですね。あとは別にオンラインじゃなくてもいいと思います。生徒さんをどれぐらい気遣えるか、例えば手書きのおはがきを一枚一枚書いていくとか、あとは私のクライアントさんは割と
動画とかを得意で使われる方が多いので、動画を使って生徒さんの近況伺いをしてみるとか、要はつながるっていうことを、やれるかどうかっていうことですね。こういう時だからお手紙を書くとか、こういう時だからオンラインでつながってみるとか、そのつながりを残すっていうことは、そこを別にお金が出ていくような話ではないので、まあやれることの一つではありますよね。で、もう一つは、そのこの時期においては収益はもちろん必要なんですけれども、それよりも、まあ、その喜ばれることを中心に提供していく。なのでオンラインレッスンっていうのも、まずは無料で提供してみて、生徒さんが喜んで払ってもいいよっていう価値が見えてきたら、初めて有料化するっていう形だって全然構わないと思うんですよ。この2020年のコロナの部分が明けたら、必ず時代はかなりオンライン化の方に、シフトされる予定です。ですから、それに必要なツールとか知識っていうのは、こういう自宅待機になってしまう、こういう時で時間があるからこそやっていくっていうのがいいというふうに感じていますので、コンピューターが苦手とか、パソコンが苦手とか、もうそんなの分かんないっていう方は、そこまでで止めてていいです。時代が大きく変わる時っていうのは、変更の時に変化についていけない方は淘汰されるっていうのが、今までずっと見てきて、何度も経済の波があった時に感じている話です。ですから、使えるツールはもう積極的に覚えて使う、ただそれだけの話なので。はい、存続をもしも考えるのであればっていうことですね。その発想の転換ができるかどうかっていうことなんですよね。だから皆さんのミッションが教室を存続させるっていうことが実務的に必要であれば、苦手なことも覚える。あとは教室っていうものを存続させるために資金が必要っていうことであれば、稼げるもので稼いでいくっていうものも考え方の一個です。普段は教室でお料理とか教えていても、たまたまその先生がパソコンが得意だったら、パソコンが苦手な方にパソコンを教えるっていうことで、需要と供給のバランス、感謝されて、まあサービスが売れる、まあ、いくらでっていうのは別ですよ。サービスが売れる、これで成り立てばいいじゃないですか。とりあえず昔こういうことができていた、だからその知識をスキルを使おうっていうふうになれば、そちらにシフトするのだって構わないじゃないですか。私のクライアントさんは割とパソコン系が得意な方はまあまあ多いので、デザインとかね、バナーとかじゃあ作って、内職サイト、ココロナラーとか、クラウドワークスとか、ああいうところに出品してみたらとか、そういう話も言ってみたりとか、イラストレーターとかができるっていう、じゃあウェブサイトデザインのね、デザインもこの時期だから請け負ってやってみたらとか、そういった全く違うものでも私はやってみたらっていうのを言ってます。なぜならば、最優先は稼ぐことっていう人の場合には、お金を作ることの方が大事だからです。で、物販の通販事業ですね。これは、対面のものがダメになったら通販が伸びます。まあ、ある意味当然で当たり前ですよね。だって通販というのは家でやっても、もう商品買えますからね。ですから、ただ先生がいきなり通販やるっていうのは、その大きな何かを仕入れてっていうものじゃなくて、で、自分が持ってるもの、自分のオリジナル商品とかを上手な流通手段に乗せて売ることができないかっていうのを考えることだって必要になるかもしれないんですよね。だから何を優先してどう自分が動いていくかっていうのを考えなくてはいけない上において、一つ一番軸として持っててほしいのが、教室は存続してほしいっていうことです。存続するために一番いい方法、それはお客さんとの関係もつながっておくこと、収益的に厳しかったら他の事業でも儲かる事業を探してそれをトライすること、この2点がどのみち必要になってくるなというふうに考えてます。当然それは私の方針として、私のクライアントさんには、社会の情勢、世界の情勢に合わせながら、今売れる業界はどこなんだろうとか、どういう商品なら売れるんだろうっていうのは日々、情報収集していますし、自分の知識と技能で足りない場合には、それを知っている人から知識を得て、そして自分に変換をしてお話をするっていうことだってやっています。
なので、そのいろんな状況が変わっていく時っていうのは、知識情報収集をきちんとして、そして動いていくっていうことですね。ダメになっちゃったらどうしようって終わってるんじゃなくて、やるべきことをやっていくっていうことです。で、私は教室の先生のミッションは存続することだっていうふうに伝えました。であれば、教室業のコンサルタントである私の役目は、その教室業の私のところにいてくれて相談をしてくれてる人を路頭に迷わせないことっていうのが私のやるべきミッションなので、もう頭はフル回転です。それぞれの状況がそれぞれに違うから。で、それをやっていく上で、私の今までのスキルでは足りないなと思うスキル、必要なスキルが何個かあるんですよ。それを知った方がいいなとなると、それをさらに分かっていて教えてくれる人のところにお金を投下して習いに行ってます。なので、それは皆さんを救うためでもあり、存続をするための知恵を与えるために、私に足りない知恵は私がさらに、学ばなくてはいけないものは学んでるっていう、そういう状態ですね。ですから、状況においてそれぞれに皆さんやるべきことが違うとは思うんですけれども、一つ、考えてほしいのは、皆さんがとても教室業が好きで、それが自分の人生の生きがいで、それを喜んでくれる生徒さんがそこにいるというのであれば、存続をさせる。そのためにどうしたらいいのかっていうのをこの時期に考えてほしいなっていうふうに思っています。ですので、今日はちょっと歴史的背景も含めてコラム的なことをお話をしましたけれども、ぜひこの時期ですので、そんなことを考えながら、新しい教室、いい時期なんですよ。ある意味再編成するには、コンピューターが苦手な人は覚えざるを得なくなってます、おそらく。で、それができてた方っていうのは、さらに一段新しいサービスを作るっていう転換期になっているので、ピンチをチャンスに捉えるっていう考え方も含めて、この時期を皆さんで乗り越えていけるといいなっていうふうに思ってますので、ぜひ頑張っていきましょう。それでは。